のぞきチャンネル。そこ、はい、ということでやってまいりました。なんと、中日高松選手と西武川越選手との交換トレードが正式に発表されましたということで、里崎今富山に到着。新幹線に乗ってる間に発表されて、取りたくても取れないっていうね。今あの富山の、アルペンスタジアムフレッシュオールスターイースタン対ウエスタン今日行われますけども、それの、スカイエーさんで解説、まあ、放送はね録画放送っていう形になりますけども、そこでのね解説のために今富山についてですね、今車の中で動画を撮ってはありますけどもね、西武佐々木トレードに出してあげた方がいい選手でね、名前を挙げていた川越選手がなんとトレードにされたということで、これは素晴らしいポジティブなトレードというところでね、まあこのねトレードということで、高松選手はですね、中日ドラゴンズに入団させていただき、5年半経ちましたと。ずっと応援してくださったファンの皆様、僕を支えてくださった関係者の皆様、本当にありがとうございましたと。中日ドラゴンズで学んだことを大切に新天地でも頑張ります、これからも応援よろしくお願いしますというところで、まあ中日ね、加藤代表からは強い打球が持ち味の左打者を補強ポイントにしていましたと。川越選手は心強い仲間になってくれると期待しています。高松選手には持ち味の俊足を新天地でこれまで以上に活かしてほしいということで、まあドラゴンズはね、これまで、涌井安倍のトレード、立浪さんの監督になってから、で、砂田、京田のトレード、で、加藤ね、ロッテから無償でトレードして、宇佐美、斎藤と郡司山本のトレード、そして今回川越と高松のトレードになりましたけども、これはね、素晴らしい！めちゃくちゃポジティブでね、めちゃくちゃいいトレードっていうところで、まあね、成績で言うと、今年ね、高松選手、1軍では1打数ノーヒット、まあ基本的にはね、ダイソー要員っていう形で、まあその中で、ね、盗塁に、っていう出場になってますけども、まあ、2軍ではね、26打数8安打、3割8人と、2軍ではね、結構打ってるっていうところで、まあ、基本はね、セカンド、あとは今年はね、外野も練習してるっていうところで、まあ、外野もワンチャンね、西武に行ったから、あるんじゃないのかなっていうところ。で、川越選手はですね、まあ、今年ね、1軍に、上がってきてっていうところもありましたけども、1軍での成績はですね、打率1割3分3厘、30打数4安打、ホームラン1本、で、打点5という形。でも2軍ではね、打率2割9分2厘、ホームラン7本と長打力を活かして、まあ、最近6試合で言うと、6月8日巨人戦、ね、交流戦で上がってきて、もう今はね、2軍でいますけど、これがまたね、ドラゴンズの試合、ね、6月6日、4打数1安打、ね、ライト前ヒット、そして、6月7日、2打数1安打、フォアボールとレフト前ヒットっていうね、くしくもね、この中日ドラゴンズとの交流戦2連戦において、6打数2安打と、3割3分3厘っていう形のね、成績を残したっていうところも、ここのね、トレードの一因になったんじゃないのかなっていうところではね、非常に、このトレードは中日と西武のチーム状況を見てても里崎的には、めちゃくちゃ理にかなった両チームポジティブな、トレードになったんじゃないのかなと。まあその中でね、まあドラゴンズで言えば、まあ最近ね、まあ里崎のね、総チェック見てくれてればわかると思いますけども、6月ぐらいまでは代打の成績がめちゃくちゃ悪かったんだよね。代打の成績がめちゃくちゃ悪かった中で、トレードで宇佐美を取ってきて、そして福田がね、一軍に上がってきてっていう形で、代打のね、成績がめちゃくちゃ今ね、良くなってきてるんだよね。で、しかもこの前もね、後藤ね、俊太がね、センター前っていうところでね、タイムリー、伊藤正史からね、打ったっていうところで、最近ね、代打のね、活躍がめちゃくちゃ良くなってきてるんで、まあ、その中で川越選手どうするんやって言った時にね、今のやっぱりね、ドラゴンズの外野陣見てみると、まあ、結構ね、駒は揃ってるね、大島、そして岡林、で、細川っていうところが今ね、不動のレギュラーメンバー。で、その中で、まあ、後藤俊太ね。で、あとはまあ、ブライトだったり、鵜飼だったりね、っていうところがいる。で、外国人、アキーノ、そしてアルモンテ、もうこちらはもう使えないっていうところで、その中でね、素晴らしい選手たちいるけども、じゃ左に目を向けてみるとね、加藤翔平、後藤、岡林、大島っていうところで、基本ね、どちらかというと長打力がね、ちょっと欠けるっていうところで、今長打力ある外野手ってやっぱ細川ね、12本の本塁打。で、その次に来るのが、この3本の鵜飼だから、やっぱりね、この、まあもちろんね、代打でね、コンスタンスにヒットを打つっていう選手たちが多くなってきたっていうところはあるけども、外野で長打狙えるバッターを欲しいっていう中では、川越選手はね、非常に持ってこい。代打っていうところでも、ここで一発長打っていうところで川越っていうところは、非常にね、いい選択になってくると思うし、今のね、ドラゴンズの、
左バッターでの長距離ヒッターっていうところが、ベンチに控えてるメンバーではいないっていうところを考えればね、やっぱりセリーグはピッチャーのところで代打を使わなきゃいけないっていうところが来るね。で、宇佐美ももう試合にね、スタメンで出ていくってなった時に、長打力の川越っていうね、選択肢を置いとくっていうところは非常にね、ポジティブに良かったなと。あとやっぱりね、このライオンズがね、外野がね、の競争で、まあ、ヒルマンもね、出てきたっていうところと、金子がね、最近、調子が良くなった。働け働け金子のね、あの時頃から非常にね、働いてる金子にね、なってきて、外野争いからね、ちょっと一軍ではもう負けちゃったかなと。あと、長谷川もね、良くなってきてるし、で、岸ね。でね、栗山もホームラン打ったっていうところで、まあ、高木と川越かなっていうところでは川越っていうね。で、このね、トレードはね、里崎の考察上は、西武から高松を欲しいって言ったんじゃないのかなっていうところをね、感じるわけ。ね。それなぜかっていうと、今のパリーグ、上位3球団特に、終盤に、走塁で1点をもぎ取っていく、ね。足で血かき回して得点に結びついていくっていうね、作戦がめちゃくちゃ理にかなって野球してるわけ。オリックスで言うと、まあ、佐野だったりとかね、足で言うと。あとはね、走塁技術もそうだし、足もあるね、小田ってね、言ったところとかね、非常にね、この足っていうところをダイソーとかね、非常にいい形。で、ロッテはね、これ和田だね。あと、小川とかね。非常にいい形。このままセカンドからホームに帰ってきたしね、和田は盗塁もできるね。で、ソフトバンクはもちろんね、シュート。ね。で、こういったところで、終盤ね、ここぞっていうところで足を生かして盗塁でかき回したりとか、ノーヒットでも1点取ったりとか、このね、今もね、西武連敗したけど、ここ連勝でね、前半戦ね、締めたっていうところでは、こっからね、A クラスに行くためにはね、もう一つのスパイスっていうところで、この途中から7、8、9でダイソーで足を使って取っていく。で、今年ね、盗塁数、今西武はね、2位にいるけども、盗塁してるんだけども、盗塁ね、してる選手がちょっと偏ってるっていうところがあって、ね、トロサギの18個ね。まあ、これがね、今一番多くて。で、次に来るのが、鈴木翔平の8個っていうところだから、まあ、鈴木翔平もね、スタメンで出たりしてるから、まあ、ここ一のね、ダイソー要員でね、相手をかき乱す、高松っていうね、存在がチームのピースになってくると、また一つね、違った西武のね、まあ、総根っていう今年のね、チームスローガンもあるし、足を使って終盤1点取りに行く野球、ね、上位3チームがね、それができてる。西武もその駒を使って、打てなくても、この足で点を取っていくっていうダイソー高松ね、非常にこれはね、西武にとったら大きいと思うね。だからまあやっぱり昼間ね、この金子長谷川ね、岸っていったところやっぱり出てきてるっていうところでは、このね、川越のトレードっていうのは正直良かったし、川越本人にとってもね、良かったと思います。ということで、里崎の、考察的にはこういう風にね、西武は、今後あと後半戦ね、終盤の足のスペシャリストを使ってノーヒットでも1点ね、足でもぎ取った1点で、その接戦を勝ち抜いていく作戦を、ベンチから動かして取りたい作戦を取りたい。上位3チームが取ってるぞ、よし、うちも高松欲しい、最高ね。で、ドラゴンズとしてもこっから逆襲のドラゴンズでね、いい形、阪神にも勝ち越した、いい形で後半戦行くためにね、いい代打陣も揃ってきてるけども、一発欲しいっていう時にパワー系の一発ある川越、チームに今足りないピースっていうところをここでしっかり、補充して、チーム改革、非常にね、この川越と高松のトレードっていうのは、まあ、僕が1年間見てきた西武中日っていうところの戦力分析を考えると、非常に理にかなってて、お互いのないところを巧みにね、補強できた、トレードになったんじゃないでしょうか。さあ、というところが、佐々木の今回のね、中日、高松、そして、西武、川越選手のこのトレードについた佐々木的な意見ですけども、皆さんどうでしょうか。トレードはポジティブ。まだ現在ね、全チーム出してませんけども、佐々木チャンネルトレードに出してあげた方がいい選手っていうのを、絶賛ね、展開中です。まだ見てない方はですね、ぜひ、一番最初ジャイアンツから始まってね、ロッテっていうところで、始まってますし、まだもうすぐね、他の球団、全12球団分出ますからですね、ぜひそこでチェックしていただいて、このね、オールスター期間中の楽しみにしてください。ということで今日からね、フレッシュオールスター今日は、そして明日明後日はですね、オールスターをアベマで、佐々木解説させていただきますので、この3日間ね、フレッシュオールスター、オールスターともに、解説します。ぜひね、そちらでも楽しんでください。さあ、ということでちょっと遅くなりましたけども、富山から佐々木が今回のトレード速報ね、その中身っていうところを解説しました。皆さんどうですか。皆さん合言葉はトレードはポジティブ。
ということで、お送りしました。ありがとうございました。